富山空港、富山空港と山空港は、富山県富山市秋が島にある、空港法第5条第1項の規定及び、富山県富山空港条例に基づき設置される地方、管理空港である、富山木時と,と空港の相性がある、富山市中心部の南約7キロメートルに位置する、立山黒部アルペンルート、世界遺産五科山に、 最も近い国際空港。富山市街地や富山インターチェンジ、国道41号から近くアクセスの利便性が高いため、富山県民のみならず、近隣の新潟県上越地方、岐阜県飛騨地方などからも利用しやすい空港である。制限表面は、外側水平表面、航空砲、半径 24km 以下、高さ 295m や、円水表面、 半径 16.5km 以下が設定されておらず、水平表面半径 4km 以下、高さ 45m が半径 3km で設定されている。このため、近接しながらも市街地でのビル建設には影響を与えていない。日本で唯一河川敷に作られた空港で、滑走路やエプロンなどは人通川右岸の河川敷にある。ターミナルビルは河川外にあり、 堤防をまたいで建設されたボーディングブリッジの長さは日本一デる。河川敷機という立地ゆえ、滑走路南北端にある橋梁のために滑走路の延長や着陸帯が確保できないために、軽機着陸装置の完全設置が困難、滑走路の中心を示すローカライザーのみである。ローカライザーの完全設置が困難であるため、冬場の大雪による視界不良により、 条件付き運行となりやすい。また、敷地の余裕がなく、滑走路の両端まで誘導路が作れない、平行誘導路がなく、離陸機は滑走路末端のターニングパッドで、U ターンしてから離陸していくという物理的制約が厳しい。このため、1970年10月に、北陸自動車道小杉インターチェンジの南側、小川と下条側の中間の丘陵地帯への移転の、 計画も発表されていたが、費用面の問題や、また、北陸新幹線金沢駅延伸後に、羽田線の便数維持が難しいこともあり、現空港を活用する方針となった。2015年3月に実現した北陸新幹線、開業後の富山空港利用者数は、羽田線で1月あたり前年比2%、2015年度は、前年比40%の減少となった。 航空機の侵入路に当たる空港北側の北陸自動車道神通川橋には昼間障害標識としてオレンジと白色の塗装が施されている。また神通川橋両端部には脇見注意航空機通貨という注意標識設置されている。年間利用客数は国内46万1639人、国際10万3020人、2016年度。 立山黒部アルペンルートのうち、特に20メートル近くにもなる、雪の壁、雪の大谷の人気が高く、ルートが開通する4月から6月まで、韓国、台湾からの国際便が、チャーター便も含めて増えている。国内線で荷物受け取り所の旅行用トランクなどを運ぶベルトコンベアに、富山県観光課が、富山湾寿司の模型を2012年12月より、搭載していて、 観光面でアピールしている。1階にバス券売機、富山駅前、1階2階、4階に飲料水の自販機とガチャガチャ、2階国際線、出発ロビー内に菓子パンの自販機が設置全館でフリー Wi-Fi の富山フリー Wi-Fi を利用可能。航空会社名が2社以上の場合、最善の航空会社の機材、乗務員で運行する共同運行便。 東京国際空港の各便にはコードシェア便として海外航空会社便名が付与される便がある。海外航空会社便名での利用は国際線の立議旅客に限られ国内区間のみの利用は国内航空会社便名となる。以下に定期便とチャーター便を合計した乗降客数を示す。以下に1985年度以降の定期便とチャーター便を合計した。 乗降客の外数、国内線と国際線の合計を示す。本数、所要時間、運賃等の詳細は、該当項目や公式サイトを参照。富山県は、当期の就航率改善のため、RNPAR 方式の導入等による、決心行の引き下げ、X バンド MP レーダーの運用による、高精度な視界の回復予測により、98.0%の、 便が着陸できたと発表した。対策がなければ14便が欠航していたとのこと。富山県は富山県議会6月2回において2018年1月2月の大雪により国内定期便の欠航が78便となる一方、改善策によって33便が欠航を回避したと答弁した。富山新聞2018年6月16日3面より 引用。富山県は、平成30年度9月補正予算において、低空域での雲の状況予測システムを開発、導入するための経費を計上。全日空は冬ダイヤより、富山東京線において、富山域最終便及び羽田駅発便の機材を、RNPAR 方式に対応した機材に変更。北陸新幹線開業に伴い、富山、 東京線の利用客が大きく減少したことから、富山基督と空港サポーターズクラブが運営されている。また、富山県と富山市は、北陸新幹線の開業前職員に向けて、富山空港利用促進の一環で、東京への出張の際には、飛行機で利用するようにとの通知をそれぞれ発表している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。